場所に移さなあかん。今はうちだけが頼りや。でも二人をどうやって、さように一人ずつ、ママやないし。とにかくここを離れなあかん。さっきのデカブツは倒されたはずやから、そのまま引き返そう。え、何？え、嘘！よりによってこんな時に。まずいまずい、どうしよう。キャロル。キャロル、よく聞いて。細かいことを気にしない、それがあなたのいいところではあるけれど、そのせいで危険な目に遭う時もある。何でも情熱とやる気で解決できるわけじゃない。落ち着きも必要よ。心を落ち着かせることができたら、どんな困難な状況の中でも冷静でいられる。お説教が嫌なのも分かってる。だから今の話は流しても構わないわ。けど、いざという時にちゃんと思い出してほしい。隊長。落ち着いてキャロル。落ち着くんや。問題あらへん。うちという第三小隊の希望の星がおるやろ。任務は失敗してへん。うちが続けさせるんや。任せて隊長。先輩、隊長、ごめん。あの時の隊長の言葉、うちは何一つ。まだベルトさんの消息がつかめないんですか？ええ、今の状況ではもう彼が失踪したと判断してもいいと思う。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後は手がかりがなくなったわ。2週間誰にも連絡を取らず、行動記録も残さないなんて、まるで海に落ちた雨粒みたいです。テスラ博士の話によると、彼はセントフォンテーヌ政府の招待を受け、 ET スタジオを離れたらしいの。彼は今までもよく行方不明になってたけれど、いつも無事に帰ってきていたわ。だから最初はみんなもそんなに心配してなかった。だけど今回はあまりにも長いわ。それにセントフォンテーヌも少し変わってる。そうですよね。気づいていたのね。衛星カメラのデータを見ると、この都市はいつもと同じで正常に機能していることがわかります。けどこのタイミングではそれが問題なんです。あまりにも正常すぎますから。ええ、セントフォンテーヌは観光を主要産業にしていて、一年中様々なお祭りやイベントがあるけれど、映像の中だと各区の人の流れが均等になってる。旅行のシーズンなのにさすがに違和感があるわ。いくつかの違和感もあったからこそ嫌な予感がするんです。きっとあの都市で何かがあったんだと思います。テストが終わったらすぐに第三小隊をセントフォンテーヌに派遣するよう提案します。ええ、私もそう考えてるわ。テストといえばどうだった、メイの生徒たちは？主教様ったらまたご冗談を。私が先生だなんて滅相もありません。特に彼、セーフレイヤーで初めての男子生徒ですよね。あら、あなたも気にしているのね。しない方がおかしいでしょう。入学当初から注目の的でしたし、それも主教様のおかげです。確かにある意味で彼はずっと注目の的だったわね。けど
彼はちゃんと自分の実力を見せた。ええ、とても不思議な子でした。不思議？彼が報告もしくは任務を遂行しているとき、いつもは真面目で感情を表に出さないんですが、たまにユーモアというかふざけたことも口にするからよくわからないんです。見た目よりずっと大人、あ、いや子供、私もうまく言えませんそれが今の若者なのかもしれないわね。けどメイが彼を信頼してるのはわかるわ。慎重派のあなたが開発部に彼のような新人を人科試練の被験者に推奨したぐらいだもの。その件に関しては実は少し心配なんです。確かに優秀な子ですが、彼が無意識に見せる強すぎる責任感。彼を害することにならないといいんですが。ごめんなさい、司教様。彼の判断を信じるべきですね。心配するのは当たり前よ。けど、メイがいる限りそんなことはさせない。そうよね。はい。もう一人の隊員は、確か、キャロルだったわよね。キャロルは彼女は相変わらずキャロルです。隊長、読んだ？入ってもええの？噂をすればということですね。司教様、失礼します。入って。あの、隊長、うちを読んだ？なんかあったん？あれ、主教様と通信しとったん？何が？誤解やって。真面目に授業受け取るし、校則破りもしてへん。夜はちゃんと寮におるもん。塀を乗り越えるなんてしてへんよ。説明するから。安心して、そういうことで呼んだわけじゃないから。今日は模擬テストの日よ。忘れてないわよね。あ、つまり怒られるわけやないの？はあ、びっくりした。テストもちろん覚えとるよ。ゆうべ特訓で特訓したもんね。その顔、また普段から練習していないのね。一応忠告しておくけど、あなたはセーフレイヤーの生徒というだけではなく、天命特殊部隊第三小隊の一員でもあるのよ。今回のテストはチーム内交差でもあるの。第三小隊はたった今、司教様から大事な任務を任された。模擬テストの結果次第で今回の任務での担当も決まるから、きちんと対応するように。また作戦で外に出なあかんの？戻ってきたばっかりやのに。心配しないで。今回の目的地は気候が快適で景色も綺麗な場所だから。嘘や、聞こえたもん。セントフォンテーヌで旅行とか失踪とか大変な場所やん。隊長は前回もそう言うたやろ。結局第一交代で一週間もテント暮らしやった。もう騙されへんで。あ、そうや、隊長、不合格にしてくれへん？そしたら遠出せずに済むやろ。キャロル、あなた入隊時は天命で優秀な戦士になるって自信満々に話していたでしょ。話したけど、一人前の作戦隊員になるには時間が必要やもん。今のうちには成長が必要や。もう少し時間が欲しい。今度こそ参加するから。じゃあそのままルイス先輩に報告するけどいいのね？え、待って、堪忍や隊長。うちが悪かった。なら
せいぜい頑張りなさい。司教様も期待してるのよ。司教様まで、めっちゃプレッシャーかけられた気がする。うち、頑張るよ。では、ついてきて。はぁ、最悪。ちょっとサボって、ジンジャーたちとお出かけしたかったのに。今回のテストでは重点的に、臨機応変さが求められるわ。まずは武器の使い方について、基本中の基本、ちゃんとできるわよね。日差しが強い。天気予報は曇りやって言うたのに、日焼け止め塗ってへんよ。キャロル、任務に集中して。わかっとる。ちゃんと聞いとるよ。じゃあ私は何て言ったかしら？え？それは、多分。隊長、もう一回お願い。できた。うちにとっては朝飯前、楽勝や。当然よ、まだウォーミングアップなんだから。簡単には終わらへん。分かっとったけど。今のテストは所詮演習よ。敵はプログラム通りに動くから、攻撃パターンは同じ。一目見ればすぐに分かるわ。本当の戦場では形勢は一瞬で変わる。アクシデントはいつでも起こりうる。考えるタイミングも一瞬しかないの。最短の時間で最も合理的な判断をする。それがあなたに対する試練よ。さあ、場所を移動しましょう。警報？え？何？私よ、何があったの？何？隊長、何があったん？テスト用の戦術機構が謎の暴走？生徒を攻撃してる？何？ロボットが暴走したん？教官と先生たちがすでに出動しているわ。他の人たちも安全な場所に移動してるから心配しないで。今のところ暴走した機構と接触したのはテストを受けた生徒一人だけよ。キャロル、とにかくテストは中止。ここで待機して。テストを受けた生徒誰なん？ジンジャーよ。ジンジャー？落ち着いてキャロル。テスト会場には緊急避難用の電磁障壁が用意されているから、救援が来るまで彼女を守ってくれるわ。ジンジャーのテスト会場、この近くのはずや。隊長、うちも救援に行かせて。気持ちはわかるわ、けど軽率な行動は状況をより混乱させるだけよ。うちは天命特殊部隊の隊員やもん。突発的な事態に対応できる能力と責任があるはずや。キャロル、指示に従いなさい。隊長は正しいと思う。ううん、今までの経験やと隊長はいつも正しかったけど、うちにもうちのポリシーがあるんや。スパイスガールズは仲間を見捨てることはせえへん。ママにはテストは不合格やったって伝えといて。うちは救援に行く。キャロル、この損害は予想よりもずっとひどいわね。キャロルを甘く見すぎたのかしら。
また博士たちに文句を言われそうね。けどテストが順調に終わってよかった。え、待って、まさかうちを騙したん？最初から気候の暴走なんてなかったん？ジンジャーも危険な目に遭うてへんの？こんな方法を使わなきゃキャロルは本気を出してくれないもの。隊長とジンジャー、嘘つきや！キャロル、機嫌を直して。今回の突発的な事態は私が司教様に提案したのよ。最初にも言ったけど、今回のテストでは突発的な事態に対応する能力が求められた。もちろん起こる理由もわかるからちゃんと謝るわ。そして同時に、キャロル・ペッパー隊員、今回のテストは合格よ。え、合格だけ？隊長、ちゃうやろ。うちはジンジャーを助けたんよ。それも完璧に。あ、ちゃう、うちはまだ怒っとる。相手にせえへん。そう、あなたは仲間を救出し自分も無事だったけど、同時にあなたは任務を放棄し待機という指示に従わなかった。任務を遂行することと仲間を助けること、どちらも間違った答えではないけれど、加点項目でもないわ。結果が唯一の判断基準。その点から見るともっと成長できるはずだと思う。もしうちが待機することを選んでたら？もちろん違うテストの続きがあったわ。キャロル、あなたはちゃんとできた。司教様もキャロルならセントフォンテーヌの調査作戦に対応できると思ってる。成長の部分に関しては作戦中に指導することにしましょう。以上、最終テストで合格というのは公平で妥当な評価よ。理解してくれたかしら？うん、そんなんずるいやん。けどやっぱり気になる。隊長にとって優秀になるにはどうすればええの？それはね、あの時なんて言うた？よう覚えてへん。うちほんまに勉強に向いてへんかも。大事なこと全然覚えてへんもん。けど大丈夫。今ならどうすればええかわかるから。任務の遂行、仲間の救出、そんなん全部するに決まっとる。全然あるやん。ほんならデカブツ、あとは。キリがないやん。はあ、隊長の言うた通り、実戦は残酷やな。けど今のうちは絶好調や。うちは諦めへん。かかってき。後ろに気をつけてください。あ、え
よく頑張りました、キャロル・ペッパー隊員。あとは私に任せてください。招待代理隊長ブローニャ在地区セントフォンテーヌに到着しました。これより第三招待に対する増援任務を開始します。本部、指示をお願いします。ブローニャ、ついさっき第三招待がセントフォンテーヌ上空の浮遊建築に入ったわ。その後通信が突如切られたの。すごく不自然で、まるで誰かに遮断されたみたいだった。おそらく敵の罠かと思います。嫌な予感がするの。人のいない町、見たことのない怪物、それから裏に隠れたあの人、何もかもが不自然すぎるわ。今第一招待はセントフォンテーヌに向かってる途中で、第四招待は連絡が取れない状態。ブローニャ、あなただけが頼りなの。承知しました。よく頑張りました、キャロル・ペッパー隊員。あとは私に任せてください。あなたは。第二招待代理隊長ブローニャ在地区、テレサ主教の指示により到着しました。増援？うち夢でも見とるん？いえ、夢ではありません。キャロル隊員、状況を教えてください。隊長と先輩は生きとるよ。怪我して気絶してもうただけ。けど油断はできひん。急いで治療せなあかん。うちちゃんと隊長たちを守ったんよ。よくできました。急いでここを離れましょう。私が守りますから、後ろに下がっていてください。まだ戦える。うちも隊長の力になりたいんや。ではついてきてください。
戒を緩めないで、次の敵が現れる前に急いで撤退しましょう。はい隊長、もう少しや。隊長の優秀評価をまだもろてへんよ。心配いりません、メイ隊長はこういう場所で倒れるような人ではありませんから。うんうん、そうやな。もしもし、聞こえますか？支えますから立ってください。先輩、もう意識失っとる。キャロル隊員、ついてきてください。セントフォンテーヌに戻ります。これはブローニャ隊長。キャロル隊員、あなたの仲間、どうしてゾンビ化の痕跡があるんですか？